はようございます。ジャンボリドット TV J ガールズの虹ひかりです。ちょっと待って、あ、勝ちたよ。さあ、兄ちゃん、はい、今回打つのはこちら。はい、やっぱりね、6段階設定の新しい海、これは来たんじゃないでしょうか。来た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 、オッケー、一発終わった。おい、また単発だよ。待って、終わったね。できねえな、こいつ。これ当てないと。あ、しかもナイカスピース、本当に行くんだ。大移動したら大移動ね。大移動したけど、はい、この大移動本当にいいんだね。この大でいいですよ。昨日めっちゃ下がってるから。けど、はい、頑張ってほしい。頑張り、あ、優しい優しい、急に優しくなった。頑張ってほしい。俺はね、選んだ台がいいのに変わったけど、けどそんなんで怒るような男じゃない。何そんな急に、何でそんなテンションの高低差が激しいんですか。いや、違う、だってさ、やっぱみずちゃんに楽しんでもらわないといけないし、いろいろ教えてあげないといけないから、この台でね、またね、いろいろね、雰囲気変わってくれればいいかなという。あ、あいうえに厳しさを見せたけどって感じですかね。そう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 。ちなみにね、水曜日の今のね、恋愛企画見てる人たちはクソだクソだと言ってきて、あと女性からはキモいと言われて、なんでだろう。大人のテクニック見せたら子供たちはやっぱびっくりしちゃうのかな。ちょっと見させてもらったんですけど、はいはい、あれはダメですよ。なんで。じゃあまず私一番びっくりしたのが、みんながみんなに一番好みって好きって言ってたじゃないですか。はい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 、あれはどういう心理で本気で思って言ってるんですか。本気だよ。あと忘れてる忘れてる忘れてる。言ったこと忘れてる。早い早い。あ、でもお酒も入ってますもんね。そう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 。で、あとさ、いや、だってそんな覚えてる。いや、私は、いや、覚えてる覚えてない以前の問題で、たとえお酒が入ってても好きな人以外に好きっていう言葉が出ないんですよ。あー、けどね、やっぱりさ、イタリア人気質だからさ。じゃあ例えばイタリア人の方でも確かに、まあ、例えばレディーファーストとか、うん、結構女性のこと褒めたりとか、うん、そういうイメージは確かにありますけど、でしょ。でもイタリアの、まあ、海外の方が、じゃあみんながみんな同じこと言ってるかって言ったら、いや、同じことだから、いやいや、同じコミュニティの女性全員に同じこと言ってるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。あ、だってあれオンエアされなかったらバレてないから。一番いい台は私に譲ってくださいましたもんね。そうだよ。なんかすいません、もう譲ってくださったのに私こっち側に移動しちゃって。そうだよ。そんなに言うんだったらさ、はい、俺打っちゃうよ一番いい台。打っちゃうよ。だからそこでいいんだね。打っちゃうよ俺。大丈夫です。もうむしろ大本命だったと思うんで。いやいいよ。だって俺やっぱさ、勝たないといけないからさ。そうですよね、勝たないとですよね。で、俺がきちんと兄ちゃんに本当にいい台を俺が渡せたっていうのを実証する。はい、ぜひ。やばい、どっか行っちゃった。いや、でも多分大本命なの誰だったみたいだから。じゃあね、この出してくれると信じて。てか我慢できないってやっぱり若いってダメなんだね。まあいいよいいよ、教えてあげる。なんか言いました。可愛いよ。ありがとうございます。じゃあ最高に一番いい台、クロちゃんがしっかり見つけたのをニジさんが捨てたので打ちます。やばい、クロちゃんが本気を
出しちゃうみたいなんで、ちょっと虹も頑張ります。藤川さん、だってちょっとさ、まあ、初め下がってるだけだよ、ちょっと下がってるだけなのにさ、それをさ、我慢できなくて、まあ、若いとありがちだね、若いとそういうのありがち。なんかいました？何も言ってないよ。何も言ってないです、ね、ファイト頑張って。結構あの文句言ってる感じに見えたんですけど、カメラに向かって何かの文句を。気のせいですか？全然言ってないよ。あ、本当ですか？すいません、なんか兄ちゃんファイトっていうの言ったの。嬉しい、ありがとうございます。ほら、来たよ。ノーマルでございます。ノーマルでございます。マジクロちゃんが当たりました。嘘。はい、ということで242回転、けど俺本当に10回転ぐらいでしたね。言った通りじゃん。さあ、兄さんはね、ここでね、ST 入れられなかったからね、俺が入れたけどね、悪くはないと思うんだけどな。ラスト入らないね、単発。あとあれじゃない、にじちゃん、はい、やっぱりさ、その俺のね、まあ先輩としてのアドバイスをすると、はい、やっぱり海に対する気持ちが伝わってないと思うの、第二。え、すごい気持ち込めてるんですけど、まだ足りないってことですか？いや、言うじゃん、あの口に、さっきも言ってたけどさ、口に出さないと伝わらない言葉、伝わらない言葉っていうか気持ちもあるじゃん。え、口に出さないと伝わらないことってあるじゃん。はい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 。だから海のこと好きっていうのをね、カメラに向かって言った。ちょっと待って、俺マンボウだ、ごめんなさい、さっき俺だ。ちょっとごめんね、君のことより先俺のことだ。なんだこれ。はい、何が？いや、だってもう分かんない、当てないもん、あいつ当てないもん、あいつっていう。さあ、2回来たよ、くるよくるくるくる。これでリーチになって、魚群ね、魚群ダブルリーチをね、やつもダブルリーチ。ということはレアの方になってくれました、ありがとうございます。当たりました。すごいすごい、もう適当にいらんこと喋ってたら当たるからね、やっぱね、いい台だから。それこそさ、サムも出てくるんだからさ、彼氏だと思った感じでやっぱやった方がいいと思うの。ちょっと私、サムさんを彼氏に見立てるのはちょっとマリンちゃんに悪い気がするんですよ。あ、じゃあ全然いいんだったらマリンちゃんとかダイをダイに向かって言う方がいいと思うからさ。あ、ちょっと待って、リーチ来るからちょっと黙っといて。扱いが雑。ということはこちらの方、ありがとうございます、当たりました。しかもそっから動いてくださって、なんとまた3連当たり。すごい、蚊帳の外感すごい。書くのも早くなった。また前の思い出した。カフさん感がすごい。あ、ごめんごめん、忘れてた。何ですか？カメラに向かって、はい、甘えた方がいいと思うの。じゃあ甘えて、頼むから出してほしいにゃんとか、出してほしいワンワンとか。ちょっときつくない、え、きつくないですか、そんなこと私が言って。あ、けど魚と見立てた方がいいかもしれないから、ギョギョ、うん、出してほしいギョギョギョとかって行っちゃいます。行っちゃいますよ、カメラいますね、ひーちゃん。え、はいはいはい、カメラの方甘えるまで3、2、1、ギュー、出してほしい、ギョギョギョ。いやー、しんどいしんどい。あー、当たった、ごめんごめん、あの当たった、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 泡だけど当たった、泡だけど当たった、めっちゃ恥ずかしいんですけど。当たった、当たった、よくないですか、振っといてリアクションしてくれないって一番の拷問。ギリ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 、レベル80ぐらいの拷問ですよ。3回連続当たり、ちょっとごめん、聞いてなかったからもう一回やってもらっていい、ごめんごめん。芸人さん怖い。あの、しかもさっき言ったのはさ、多分カメラはね映ってると思うから、ギョギョギョじゃなくて違うのでお願いするね。何
何で行きますか。なんで私の言うこと聞いてくれないのって、私のこと言ってくれないの、ジュゴンが欲しいって言って。わかんない。じゃあいきますよ。3、2、1、9。なんで私の言うこと聞いてくれないの、ジュゴンが欲しい。伝わったんじゃないでしょうか。ジュゴンが好きなんですね。ジュゴン好き、ジュゴン好き。ってことはジュゴンが好きってことは、クロちゃんどちらかというとジュゴン寄りじゃないですか。え、愛の告白、愛の告白。俺が出しちゃうよ。だったら俺が出しちゃうよ。難しいことをした後なので、もう気持ちがすがすがしいです。逆にダブルリーチ。あー、色変わってる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 。あ、当たると思ってなかった。え、なんか今当たったじゃん、当たったじゃん。オッケーオッケーオッケー、伝わったんじゃない。246全部。いいじゃんいいじゃん、虹いいじゃん。やっぱ運気変わったよ、今ので運気変わった。そうですね、流れ変わったかもしれない。そっか、俺書かないといけないんだ、忘れた。もう遠いから見えにくいんだけど、なんで当たったの。246ゲーム。あ、なんかリーチ来たし、待って、何だったっけ。カニ。あ、カニです。9ね、9。わー、嬉しい、マジで嬉しい、めっちゃ嬉しいです。70回。これちょっと遠いからすげえめんどくさいんだけど。いやー、今の展開は良かったんだけどなー。終わったということで、3回連続大当たり。まあけど、まあ出玉も増えましたんで、これを減らさないようにすぐ当てよう。これはあるんじゃないでしょうか。頑張れ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 。おっしゃ、やった、うまくいきました。8です。8。本当？あ、8だ。エンジェルフィッシュ、エンジェルフィッシュ。あ、なんかリーチ来てるじゃん。待って、8だ。 SD 抜けて時短。あ、時短中に？すごいじゃん。やっぱ呪言おねだりが効いたのかな。そうね、気持ちは届いてるよ。嬉しい、まだまだ頑張ります。あ、ほらレッツマンボ来たよ、ほら来た。もう一回もう一回もう一回当てますよ。10回転。リッチが来るのかな。また同じ子、また同じ子が来たよ。逆だけど、ちょっと音がなかったように気にするが、いつの人ね。え、嘘でしょ。あ、けど、わあ、すごい。からのありがとうございます、ありがとうございます。なんか違ったんだよね、今の。なんかね、なんかちょっと音が違ったの。これ勘違いじゃないでしょ。いい台。いや、いい台でしょ。ちょっと待って、かかってよ。いい台なんですかね、それは。大きい買ってきたから、もう2枚目になっちゃった。ついに時短が抜けてしまいました。はい、なりました。お花が綺麗に咲きましたね。あ、お花。すごいですね。やっぱいい台じゃん、やっぱね。俺やっぱ言った通りでしょ。だけど文句言ってたからさ。おー来たよ。またジゴンですよ、ジゴン。また来ましたね。また降りてきましたね。また当たったんですか。すごい、すごく反省しそうになってる。後悔しそうになってる。さあ、本日2回目の3回連続大当たり。台変えてもいいですか。あれ、またなんか場所変わってない。
一つずつプロさんから離れていくっていう。いや、どういう戦法それ。一つずつ俺から離れていく戦法って何。一つずつ安全地帯に逃げていく戦法です。出るよねこういうのね、やっぱ性格とかね。あとまあ男とかもこうやって変えてきたんでしょうね。飽き性、飽き性、飽き性。やばい。わあ。終わっちゃいますか。終わった。え、マジですか。なんか出玉増えてるから。そうですよね。結構続いた気がするんですけど。あ、しかもすぐ。マジ。来るね。さあ、ウリンちゃん、ウリンチャンス。これはゲガヒトも成功させます。タッチ指になってるね。ほら。人差し指だったよ。私も人差し指でしたよ。さっき違うよ。だって あんたのパーだったでしょ。あ、そういうことか。あの手の部分ね。まあどっちでも外したからね、あっちはね。もう残りの保留玉で当たっちゃうから俺ぐらいになると。すごいですよね。てかこの台がいいんだって本当に。俺の引きもあるけどこの台がいいって言ってんのにあっちが言ったからさ。この台もいいですよ。この台もいいから絶対行くのよ。この台もいいから本当今からです。今から今からって。いやいや今からなの。今からです。私いやいや、毎回気持ちをリセットするんだね。後半型なんですよ私。後半型。後半型って何。あ、ダブルリーチ。後半に本領発揮するタイプ。はい、こちらだと当たりでしょ。だって今の法則崩れだから。ジゴンじゃない、もう一回。まあこっちか。まあ当たりですからね。オッケー、エンジェルフィッシュ。みんな大好きエンジェルフィッシュ。2回転、ほらいっぱい溜まってきてますよ。70お願い。40か。もう当てちゃえばいいか。ダブルリーチ。ノーマルっぽいね。ありがとうさん。そうからの、え、あれ、当たりそうだったんですか。あ、だからこれが当たるんだね。あ、ビッグ飛び出てきた。そういうことね。繋がってるってことね。繋がってるってことでいいですね。びっくりした。びっくりした。だからの今のあれだったのね。え、今までそんなことなかったのにと思ったもん。ね。いやーさあさあ、いやーさあ。だってやっぱ兄ちゃんのために頑張ってるからね。優しい、ありがとうございます、うん、ね。さあ時短終わりました。終わりました。終わった。あららら、ら、まあ、けどめっちゃ増えたよ今。だって今持ち玉でいうと持ち玉の方が3743玉、結構出てるじゃないですか。そうノルマ的には俺結構もう終わってるからね。ニニちゃん、はいはい。いやなんかさ思ったんだけど、ニニちゃんさ、はい、この台初め打ってて俺いいって言ってたじゃんか、はい、だからまだいいと思うから、はい、譲ろっかこの台。え、本当ですか。うん、この台当てたいです。じゃあどうぞ。あ、うん、待って待って待って、大学レインボー当たった。え、当たった、当たりました、うん。じゃあ映らなくていいってことね。ありがとう。ありがとうございます。そうそう、断ってあげく当てたね。ありがとうね。いや、いいじゃん。すいませんすいません。 いやいやいや、だって兄さんが楽しければ俺はいいから。優しい。そう、優しいよ。67回転です。67回転、はい。で、あんこ、あんこです。67回転であんこ、はい。あんこ6、はい。サムさん、サムさん出た、サムさん出た。タモさん、サム、サム、サムくん。本当？サム
くんいます。今やばい、サムくんいますよ。これは決まるんじゃないか。よっしゃー、すげーやった、サム来た、サム来た、やったやった。ということは、はい、4ラウンドではなく、はい、10ラウンド10ラウンド、グレート、ほらグレート、10ラウンド10ラウンド、おーすごいすごい。やればできる子だから。ありがとうございます。触っとこ触っとこ、え、当たりました、当たったの、当たりました、引き戻しました。けどもうそろそろいいよ、一回ちょっと当たりはやめていいよ。電気流す感じのアンペアみたいな感じになってるじゃん。なに30秒、え、この細さで酸っぱ。まず海原チャレンジ内容の方をちょっとなのに位置上げてもらっていいですか。はい、入ってなかった。